常にアンティークなゲームを発見したので、健吾さんがやりたいということですのでやってみたいと思います。釣りゲームなんですけど、カジキマグロのね、カジキマグロのいわゆるトロールフィッシングの、体験ができますよというものなんですけども、大物の醍醐味を味わってみよう。フィッシャーマンコーナーね、椅子に座ってくださいと、100円硬貨3枚300円するんだ、これ300円するんだ。それでですね、マグロを、釣り竿を引っ張り気味にすると大物のカジキマグロ釣りの引き応えが体験できます。というわけでリールがついてるんですよね。これ回転するだけであんまりね、こう関係ないんですね。じゃあちょっとやってみましょう。健吾さん、準備 OK？ 準備 OK？ まだこれから。はい、ランプがつきました。これでスタートです。さあ引いてみよう。どうですか？ちゃんとなんか鳴ってます？ちゃんとグッグッ引っ張ってる、引っ張ってる、引っ張ってる。これ引かないとダメなんですよ。いけてますか？全くそのやってる感伝わってこないですけども、大丈夫ですか？やってんの？ちょっとよくわかんないですね。ちょっとやってみて。やって交代しますか？はいはい、交代。見ていますね。はい。全然じゃん。これグーってなるか、あれこれ何？これなんかもっとこう魚のこうグズグズってくる感じがあるのかと思ったら、そうでもないですね。単なるこう引っ張りゲームみたいな感じになってませんか？これでも結局ね、釣れないんですね。釣り上がることはないんですよね。いやいや、釣り上がることはないってことだよ。そうだね。あ、来ましたね。来ました来ました。来ましたけど、これ。あ、あんまり楽しくないですね、これね。はい、健吾さん交代。これ完全に引っ張ってるゲームですね。引っ張りゲーです。引きゲーというやつですね。引きゲー、非常に懐かしい感じのゲームですね。なんでしょう、このやらされてる感のあるゲームでございます。面白い。あ、終わりました。終わりましたね。